はい、皆さんこんばんは、大井翔でございます。いやー、もうすぐ夏休みですね。まあ皆さんの中にはもう友達や家族との夏休みの過ごし方の計画なんかを立てながら、まあワクテカしてる人も多いんじゃないかな。俺はね、ちょっとこのシーズンはね、まあ YouTube の稼ぎ時みたいな感じだから、動画作りに精出すっていう予定かな、今のところ。まあ、もしかしたらね、ちょっとどっか遠いところちょっとね、遊びに行ったりするかもしんないけど、まあそこら辺はちょっと家庭の都合っていう事態かな。うん。まあとりあえずさ、思うんだけどさ、夏休みといえばさ、まあ学生さんとかにはさ、ほら楽しいことばっかりじゃねえじゃん。ああ、憂鬱なものつきまとっとるやん。そうそうそう、あの宿題とか課題っていうね、もう俺も嫌だったわ、本当に。もうなんだよ、もうなんか遊びほうけていいよなんてふうに思ってたけどさ、まあまあまあ それでもちゃんとやりましたけどね。うん、それも7月中とかに全部。まあまあまあ、きっとね、まあ、学校から出るであろう膨大な数の宿題やら課題やらに今からガクブルしてる人も多いんじゃない。うん、てかもう出てる人もいるか。うん、てかもう夏休み直前だもんね。もうなんかこれやってこいっていう課題とかはもう出てるかな。まあそんなことは置いといて、まあそのさ、夏休みの宿題ってまあいろいろあるじゃんね。まあ、単純に問題解いてこいっていうやつもあったりだとか、まあ読書感想文だなんだ調べ学習だとかあるわけじゃん。うん、大学生とかだったりすると、まあなんかテーマ決めて論文書いてこいっていうのもあるじゃん。で、問題解いてこいってやつはさ、まあただ解けばいいだけじゃん。うん、言っちゃえば解けばいいだけじゃん。だからそんな難しくはないじゃん。まあ問題そのものが難しいやつだったりするっていうのは、まあそれはまた別の話になっちゃうけど、まあ問題解いてこってやつはまあ単純じゃない。うん、たださ、何かしらのさ、ある事柄についての調べ学習だとかさ、論文とかってさ、難しくね。なんかパッと見こう聞いた時にさあ、簡単だなっていう風にあんまならんと思うのよ。うん、だからでもテーマがさ決まってりゃまだいいけどさ、テーマが決まってないとそうもいかねえじゃん。うん、よっぽど難しくなるじゃん。まあテーマが決まってりゃね、まあなんとかなるってもあるけど、まあテーマが決まっててもどう書いていいか分かんないって悩む人も多いと思う。で、そんな時にね、俺がちょっとおすすめしたいなってことがあって、まあ今日の動画のタイトルにもなってると思うんだけど、図書館のレファレンスサービス使ってこうぜっていう話なんよ。うん、まあ、知ってる人はまあ知ってると思うんだけど、俺 YouTube 始める前はね、図書館職員だったんよ。まああんま言わないから知らない人の方が多いかな。うん、登録者全然いない時に言ってたからね、これ。俺もともと図書館職員だよって言って、まあだいたいそこで 4,5 年くらいだったかな。まあだいたいそんぐらい勤めてたと思う。うん、まあ何だっけ、ちょっと親の介護とかさ、まあいろいろ家庭の事情だとかでさ、ちょっとあんまり行けなくなっちゃってさ、うん、職場の方に。うん、なんか休みが多くなっちゃったりだとか、早退ばっかりになっちゃって、まあこんな中途半端な状態で勤めてるんだったら、いっそ辞めた方が迷惑かかんねえだろうと思って、まあ辞めたんだけど、まあこの辺の話はいいや。うん、まあね、あんまね、図書館に馴染みがない人だったりすると、今言った何レファレンスサービスって聞いたことないわっていう人もいると思う。てか多いんじゃないかな、結構。まあどういうサービスかっていうのを簡単に説明すると、調べたい事柄に関する情報や資料を図書館職員が提供したり一緒に調べたりするサービスっていう感じになります。もっとかいつまんで言えば、図書館職員が調べ物やに関して相談とかお手伝いしますよっていう、そういう感じ。うん、例えばさ、まあなんか、まあ、アークで言えば、まあ、例えばなんか恐竜について調べたいっていう風に思ってんだったら、まあ図書館の人が恐竜関係の本を一緒に探してくれたりだとか、まあ恐竜の情報が載ってる、まあ、サイトだとか、もっと突っ込んだものとかだったりすると、まあ、古生物関係の研究機関のデータベース紹介したりだとか、あとはそういうなんかその化石のなんか標本だとか、そういったもののなんかその画像を紹介したりだとか、そんなのがあったりするんだよね。うん、まあ、中にはね、ある分野に精通した専門図書館だとか専門施設をまあ教えて、利用者に後日こういったところに行ってみるといいかもしれないですよっていうふうにおすすめすることもあったりします。まあ、利用方法なんだけど、まあ、基本的には図書館の人にそのまま質問すれば、まあ、利用できると思う。うん、図書館によってはさ、レファレンスサービスを担当している専門の職員とかがいたりするから、まあ、そういう場合も考えると、レファレンスサービスをお願いしますって言えば、もう図書館の人は分かるから、レファレンスサービスって言えば 何のことかっていうのは、うん、分かんねえんだったら多分その人はね、図書館職員じゃなくて多分なんかのアルバイトの人だと思う。うん、まあ、とにかくレファレンスサービスをお願いしますっていう風に図書館に言えば、大体はそういう風に対応してくれます。で、図書館やレファレンスの内容によっちゃ、前もってなんか手続きしなきゃいけないっていうこともあったりするんだよね。うん、なんか結構難しい、なんか時間のかかる内容だったりだとか、あとはまあ図書館だとその専門のスタッフが対応するから、ちゃんとその予定を合わせないとそのスタッフが対応できないっていうようなこともあったりするから、
まあまあそういうのはね、ちょっと前もってね、どういう風な感じでこの図書館はサービスを行っているのかっていうのを、まあ電話なんかで確認するといいんじゃないかな。うん。まあね、こういうレファレンスサービスに限らず、まあいろんなサービス提供ってさ、同じサービスでも図書館によってね、どういう風な流れで提供したりするかっていうのが違ってきたりするんだよね。うん、まあこれ同じ店でもさ、微妙にちょっとサービスのなんか提供の仕方が違うみたいなってあったりするじゃん。それと一緒で、まあ一概には言えないんだよね。うん、まあやっぱり確認するのが一番、電話とかでね、どういう流れっていう風な感じで。じゃあ実際にどんなレファレンスの事例があるかっていうのをちょっといくつか紹介したいと思います。まあシンプルなものは、例えばまあある漢字の読み方が知りたいだとか、この言葉の語源を知りたいとか、あとはまあ外国語の単語引っ張ってきてこの単語の意味がわからないとか、そういったものでまあそれに役立つってか、そういうのが書いてあるなんか本はないかみたいな、資料はないかっていうのを聞いてくるタイプ。もうちょっとひねってきたりすると、まあ例えば何だろうな、〇〇についてなんか講習を行うのでそれに役立つ資料はないかって、まあその講習を受ける人にこう説明しやすいような、そういうなんか説明に適した資料はないかとか、そういった感じの資料を探すタイプのなんかレファレンスがあったりします。まあこういうのはねすごい簡単、うん、漢字の読み方なんていうのはもう普通に漢字辞典をとかをこう持ってきてあげて、はい、こういう漢字ですねっていう風なのをあの一緒に探してあげればいいし、あとはまあなんだろうな、講習だったりしても、例えばなんだろうな、俺だったらなんかあったかな、うん、まあまあ普通にそういうなんか、まあ例えばまあ、健康についての講習だとかさ、まあ、自動車のなんか安全に関する講習だとか、まあ、まあそういうのってあんまないと思うけど、まあ、あとマーケティングだとか、コンプライアンス研修だとか、まあ、なんか社会人の人だったりすると、なんとなくあそういうのあるわみたいなのあるとなんかピンとくると思うんだけど、まあ、まあまあそういうなんか何とかについてっていうところの、その何とかの部分に当てはまる資料をいくつか、なんか10冊とか20冊ぐらいドサンと置いてあげて、でこんな感じのがいっぱいありますねとかって、どういうこと説明しますかみたいな感じので、まあ、ちょっといろいろ話しながら詰めていったりするっていう。だからそんな難しくはない、本当に。うん、ただね、ちょっと難しいものになってくるとね、こんなのがあったりします。例えば古文書に出てくるこの地名は現在では使われていないが、昔はどこを指して使っていたのか、この消えてしまったあの地名は現代ではどこに当たるのかみたいな、そういうね、なんかものがあったりだとか、あとは日本で初めて車が公道を走ったのはいつかとか、そういうのがあったりだとか、あとはある地方をモデルにした浮世絵などはないかだとか、まあ、例えば、まあ、東京をモデルにした浮世絵などはどんなものがあるのかみたいな、そんな感じのなんかちょっとなんか難しいというか、ちょっと面白いなんかあれレファレンス事例なんかもあったりします。こういうのはね、まあなんか単純に資料を出してボンっていうのはできなかったりするから、結構ね時間をかけて、まあ図書館にある本以外にもいろんなね、なんかそのさっき言ったような専門機関のデータベースなんかを当たったりして一緒に探したりすることもあります。でね、かなりねレファレンスのね中で難しいのがね、まあこんな感じの事例があるんだけど、例えば地元にある大学は一度建て直されているんだが、その立て直される前の旧見取り図みたいなのはあるか、また立て直しに至った経緯はどのようなものだったのかなというか、っていう、なんかその例えばどう考えてもこれ本に書いてある本ねえだろっていうような、なんかねそういうね、なんか地元関係のさ、なんかレファレンスだったりとか、まあこういうのはなんか郷土資料だとか、あとはその大学、まあその当該の大学が保存してるそのなんか大学史みたいなのがなんかあったりすると、そういうのに書いてあったりするから、そういうのを紹介したりだとかするんだけど、まあ、あとはそのままそのこれはちょっと大学に一回確認を取ってみて、なんかその詳しく書いてある資料などは閲覧可能かみたいなのを聞いたりするんだけど、まあまあそんなことはいいとして、うん、でまあさらにあとはとある軍艦が造船された際、その造船を担当した会社のものではないロゴがその軍艦に映ってると、これは別の会社のものであると思われるが、この軍艦が別の会社と共同で、造船されたという記述はない。実際のところどういうことになっているのかみたいな、あーって、うん、もうこれなんかさ、例えばみんな今この質問を聞いて、え、これどうやって調べりゃいいのっていうふうに思うじゃん。ああ、でもね、レファレンスはね、こういうのが来るんですよ、たまに。結構難しいものだったりすると。ああ、
まあ、ちなみにそういう場合はその例えばその軍艦を作ったあの会社に直接問い合わせたりだとか、あとはその軍艦の写真が とにかく手当たり次第にその軍艦が写ってる写真をとりあえず集めてで検証したりだとか、うん、あとはなんだろうな、もうなんあとはなんかそういうその軍艦とかをなんかその保存してるって、保存してるっていうかその歴史とかを保存してるような施設かなんかのにちょっと問い合わせたりだとか、うん、なんかいろんなところからアプローチをかけてなんだか調べるっていうのがねあったりするんだよね。うん、いやね、こういうのは骨が折れるよマジで。うん、あのもし、ね、手に負えない場合はね、他の図書館とか他の専門機関に委託しちゃうとか、あの共同で調査するみたいなこともあったりします。うん、ここまで来るともはやなんか図書館の一般サービスっていうとなんか語弊があるぐらいね専門的になってくるんだけどね。まあまあそういうのはいいや、これも一応レファレンスサービスの事例です。ちなみになんだけど、こんな感じのレファレンスサービスの事例っていうのは、東京都立図書館レファレンス事例だとか、レファレンス共同データベース、通称レファ共と呼ばれるそういったデータベースがあって、そういったところにね、そのレファレンスの質問内容とその回答っていうのがまとめられてるんで、気になった方は調べてみるとちょっと面白いと思う。え、こんな質問されてんのみたいなのってびっくりするのも結構あったりするんで、ちょっとぜひで見てみてもらうと面白いと思う。うわ、世の中の人とはこんなことを疑問に思ってる人がいるんだなっていうのが分かるとね、結構面白かったりする。まあ、ちなみにね、こういったデータベースをね一回確認してみると、例えば何か知りたいことがあった場合、こういうデータベースを確認してみると、すでに知りたいことが過去にね回答されてたりすることもある。例えばさ、まあティラノサウルスについて知りたいっていう、まあ、ティラノサウルスは例えば歯とか歯の歯並びについて知りたいとかって、そういうなんか疑問がふと浮かんだときに、こういったレファレンス事例 を調べてみると、ティラノサウルスの歯並びに関するレファレンスっていうのを過去に別の人がしてて、すでにどっかの図書館が回答してるっていうパターンがあったりするんよ。うん、でね、こういうデータベースでね、さらにね面白いっていうかね、これすごい助かるなっていうのが、単に答えだけがポンと書いてあるわけじゃないのよ。ティラノサウルスの歯並びに関してっていうような質問があった時に、はい歯並びはこうでしたとかしか書いてないとか、そういうわけじゃなく、じゃあそのティラノサウルスの歯並びが、まあ、こういう感じだったっていうのを、そういう答えを得るまでにどういった調査を行ったのか、どういったそういうプロセスを経てこの答えにたどり着いたのかっていうのを書いてあるし、さらにもちろんなんだけど、資料はどのようなものを参考にしたのか、例えば誰々さんが書いた何とかのっていう本を参考にしたとか、誰々さんがまとめてくれたそういった写真とかデータベースを参考にしたとか、何々研究所の何々という人の論文を参考にしたとか、そういったのがまとめられてる。だから参考文献とか参考資料っていうのが全部まとめられてるのよ。だからもしあなたが、ああなるほどティラノサウルスの歯並びはこういう感じなんだな、じゃあもうちょっとなんかそれに付随する情報ってなんかないかなっていう風なのを知りたくなった時は、そういった参考文献を当たるとよりね深くね自分自身のね研究っていうものがねちょっと進められるかなっていうのがあったりする。あ、そうだ、あとね最後にね、これだけはちょっとね知っておいてほしいんだけど、レファレンスサービスっていうのは答えだけを教えるサービスじゃないです。はい、だからそこら辺はちょっと勘違いされるんだけど、必ずしも答えだけをポンと置いて帰るようなサービスじゃないです。はい、答えはこれでしたっていう、そういうサービスじゃないです。利用者がその自分自身でその何かしらの答えにたどり着けるように図書館がお手伝いするサービスなので、何もしないで、はい図書館調べといて、俺どっかで飯食ってくるからって言って、あ図書館答え分かったっつって、そんな感じのサービスじゃないです。はい、あくまであなたも研究してる、勉強してるっていうことに対して、図書館もじゃあ一緒になって調べてみますよっていうサービスなんで、だから図書館に全部研究とか調査を丸投げしてもらっちゃ若干困るっていう感じかな。あくまでその答えにたどり着けるためのその道筋を示してあげるみたいな、そんな感じになるから、そこら辺はちょっと勘違いしないでほしい。うん、まあレファレンスの内容によっては答えを教えるものになっちゃうってパターンもあるんだけどね。さっきのその漢字の読み方がわかんねえだとかさ、そういったものはまああるんだけど、うん、まあまあまああくまで答えだけをポンと置いて帰ってもらうようなサービスじゃないっす。はい、はい、というわけでまあざっくりではあるんだけど、元図書館職員がレファレンスサービスについてちょっと紹介してみました。もしなんかね、夏休みの課題とかで調べなきゃいけないテーマとかがあるんだったら、
一回ねちょっと図書館とかを利用してみるのもいいんじゃないでしょうか。公立図書館だとか、あとはまあ場合によっては学校の図書室、一応図書室にも司書さんはいるから、まあ司書さんに聞いてみるのもいいだろうし、うん、大学だったら大学図書館なんかもあったりするから、まあちょっといろんなちょっと自分が利用しやすいところでそういったサービスを受けてみるのもいいと思う。まあ、詳しくはねやっぱりその地元の図書館に一回電話をしてみて、どういう内容になりそうかっていうのを一回確認してみるといいと思う、うん、よし、じゃあまあちょっと今回はねなんか変な話をしたんだけど、まあまあまあこんな感じで今日はねここら辺で失礼します。というわけでお疲れ様でした。失礼します。